慶応義塾女子高等学校は東京都港区三田二丁目に所在する私立女子高等学校。慶応義塾大学と連携して高大一貫教育を行っている。慶応義塾中等部女子から進学する例年100名弱と外部の中学校から入試を経て進学する約100名から構成される。内部進学者と外部進学者との間では高等学校第一学年から混合して、 クラスを編成する中高一貫校。略称は慶応女子校、喜び女。塾内では女子校といえば、登校を指す。慶応義塾が戦後女子を受け入れ始める過程で、一貫教育校で女子の進学先がないという消極的理由により、設立された。卒業生は連携している慶応義塾大学へ全員進学できる。ただし、法学部法律学科、 政治学会は、それぞれ27名。経済学部へは、例年60名程度。医学部へは5名で一定している。希望学部へは、成績だけでなくに、3年時の選択科目に、所定の履修が必要である。1学年192名の5クラス編成である。入学者は、約100名の外部受験者と、約90名の慶応義塾中等部の女子進学者から構成される。 比較的自由な校風である。入試難易度は、首都圏のみならず全国で、屈指のレベルである。女子中学生が三教科入試で受験できる、私立高校の中では災難観光である。江戸時代には、道の区合図藩松平家の下屋敷であった。本館2階につながるテラスへの階段脇に見える門は、旧、徳川里高伯爵邸の庭園に使用されていた門である。 1310の石灯を含む庭園も備える。日産プリンス、東京三田高輪店、慶応義塾大学の三田キャンパスに近く、中東部に隣接している。校舎は徳川邸の跡地に建てられたため、校内に日本庭園が残り、都心ながら落ち着いた環境にある。また、都市部のため校庭と呼ばれるものがなく、体育は地下の体育館と屋上のテニスコートを使用する。 校舎前の通りは桜田通りで交通量が多いが校舎と道路の間に日産プリンス東京のビルが建っておりこれが防音壁の役割を果たしかなり静かな環境を実現している教室からは東京タワーが一望できる2014年から別館校舎が新たに加わり学習環境が向上した慶応義塾の一貫教育校のうち唯一の女子校 約100名の外部受験者入学者と、例年100名弱の慶応義塾中等部からの内部進学者から構成される。第45回10月祭学校行事が非常に盛んである。なお、行事期間中に移送検査に引っかかると、行事での減点となるという。一部のクラブでは、高校野球のバトン部のチアリーディングによる応援など、慶応義塾高等学校や慶応義塾、 四季高等学校と提携し、共同で活動を行っている。大学と活動を共にするクラブもある。ありがとうございます。